倒しますから、もうそういう練習やってますから、俺今すっげえパワーありますから、楽しみにしてください。もうずっと挑戦でしょ、俺も格闘家人生。昔はさ、キックボクシングの頃、電話ヘビー級ふざけんな挑戦、俺の方が絶対面白いし、ヘビー級挑戦ってさ、うまくするとさ、日本の人なんだけどさ、すごい挑戦でチャンピオンになってさ、クラウスになってさ、またそのクラウスに挑戦してさ、でチャンピオンになってさ、それからずーっと勝てたんですよ。去年もずっと挑戦して最後の挑戦、俺挑戦しないと終わっちゃうよ、死ぬまで挑戦でしょ。来たカリスマ、人類最激戦区のトップとして世界を引っ張ってきたカリスマ、2003年、そして2008年、2度にわたり K-1 ワールドマックスのベルトを腰に巻いた30歳。最後のリングに向かう、うわカリスマ、4万5000の埼玉スーパーアリーナ、今年最後のリングで、今年最後の試合、そしてまさと最後の試合、別れを告げるリングへこれから向かっていくまさと、初めてマックスのリングに立った2002年から一度も手を休めることなく究極を追い求めてきた。そして宿敵サワーが待つリング、過去2度戦った2006年、2007年、いずれもサワーに勝てなかった、ただ一人マサトがここまで倒すことができなかった相手、それがアンディ・サワー。最後のこの戦いでサワーに勝ってグローブを置きたいというマサトは、何としても KO で倒すというパワーをつけた肉体をまた今年変えて最後のリングに向かうカリスマ・マサト。1979年3月10日、高校を辞め解体屋でアルバイトをしていた少年は、人生の脇道にそれそうな時にボクシングと出会い、そして17歳で埼玉の富士ジムにおいてキックボクシングと出会いました。18歳の直前プロになった、そしてK-1 の世界王者に2度輝いた、別れを告げる最後のリング、埼玉スーパーアリーナ、宿敵サワーとの一騎打ち、過去2度敗れた相手に最後に勝って有終の美を飾れるか、マサト最後のリングイン。青山178センチ、70キログラム、アンディ・サワー。マサトのために戦うことは一切考えないというアンディ・サワー、2度のチャンピオン。赤コーナー、174センチ、70キログラム、マサト。カリスマが最後に右手を上げる、ラストファイト、マサト。フィールズダイナマイト勇気の力2009、いよいよ迎えたメインイベントはマサト・アンディ・サワー、マサトの引退試合です。
3分5ラウンド3ノックダウンシステム、最後に何としてもサワーを KO してリングを去りたいというマサトの思い。運命ですよ ね、はい、宿命ですよね、2人が最後に戦う、過去2度戦った際はいずれも世界一決定トーナメントのワンデートーナメントの中で前に試合を行った状態で戦いました。無傷の状態で戦うのがこれが最初で最後です。水戸選手いい顔しますね。残
るは2ラウンドです。このラウンドさあマスト右マストワンチャン元気さんさあロキックマスト、そうですね、ロキックさあ伸ばしてくる、さあ右さあ右ロキックですマスト、ここからはしかしそうなってきたマストの下手なものを言うかもしれませんね、かけてきた800数年のマスト登場です。
さんもありますけど、最後かっこよく終わってくれてありがとうございます。もうその一言ですね、はい、本当最後だな。来年も柴田修司選手、やっぱり正人さんがいなかったらこうやって K-1 に興味を持つこともなかったかもしれないし、正人さんの凄さを改めて感じました。感謝でいっぱいですね。いや本当その馬選手がいてこの階級ができて、そして最後はやっぱりしっかり勝って締めたんで、本当にねやっぱかっこいいですよ。叶いません。競技で止めるぐらいになったのは正人選手から言ってなんで、やっぱりありがとうございます。正人ってかっこいい選手、ありがとうございました。僕的にはまだまだ待ってますよ。